こういうものもありますね。これは何回か動画でも出したことあると思うんですけど、リファフォーボディですね。これはまあこう、ね、体にこうコロコロして使うものなんですけど、正直これ私あんま使ってないですね。まあさっきのこの中山式かゆきでも出たんですけど、まあ、冷たいです。金属なんでひんやりしちゃってます。なんで、まあ、夏は気持ちいいかもしれないですけど、冬場は冷たくてまあちょっと嫌かなっていう。まあ洋服越しだとそんなに気にならないですけど、とか、まあ、お風呂で使う分にはいいかもしれないですけど、まあ、ちょっとね手で持った時に冷たいってことと、重い、大きい、おつい、まあ、この手にね馴染まないというか大きく重たく感じるっていうこともあって、まあちょっとね手が遠のくというか、かもしれないですね。あとやっぱ硬いので、当てようによってちょっとガッガッって感じで当たる感じがしちゃったりするんですよね。うまく使えればいいんですけど、まあ、これは結構合う合わないが分かれるかもしれませんね。手軽さがちょっと弱いです。で結構値段も高い、これ3万円ぐらいとかするので、慎重に検討されてください、買う方は。でこれなんもう全然よく分かんないと思うんですけど、知らない人はこれはあの足つぼ師のマティさんの監修のマティーズハンドです。これね、こういうこの手のね形を模倣して作られてるようなんですけれども、このこれがねこうこれをこう体にねこうあてがってマッサージするのに使うと。で、ま、なんで私は2つ持ってるかというと、挟み込んで使う、こういうふうにね、あの2つ同時に、挟んでねマッサージをするのに2つあると、まあ、便利ですよっていうことで、まあ、より強力ですよっていうようなことみたいですっていうのがあって2つ買いました。マティさんの、まあ、マッサージグッズはこれだけじゃなくて、これもあるんですよ。解毒拳、恐竜の骨みたいとか言われたんですけど、この手の形みたいですね。こういうことみたいですね。このこういう形をかたどって、で、まあ、拳でこうあのマッサージをね足とか体にねするっていう時にこれを代用すると、そうすると、まあ、気持ちよく効率的にあのマッサージができますっていう商品なんですね。でこの手もそうなんですけど、本と一緒に、さっきの、ま、本あの魔法のボールと一緒ですね、本と一緒に売られてるものです。本とセット売りで、まあ、グッズがついてきますっていうやつだったんで、これに関してはいいです。これもそうなんですけど、まあ、軽い、まず軽い、そして冷たくない。で、まあ、薄かったり小さかったりするので持ち運びもしやすくて、でフィット感がいいです。まあね、さすが人気の足つぼ師さんということでね、だいぶこだわって作られてるんだなということがよくわかる。当てた時のね感触がやっぱしっかり骨際にグリグリくる感じっていうか、これなんかも結構シンプルな形でありながら、この部分だけを使うのではなくて、こっちを使ったりこっちを使ったりっていうこともできるように、こう頭とかこの辺使ってとかいう風になっていて、何気に使用方法が広いっていうか、いろんな使い道ができます。でこれなんかもやっぱ工夫されてて、
ここはね、なんかこう親指をこう はめられるようになってるんですね。で、まあ、グッと押したりとかするのに使えるよっていうような、このこれは100円ショップで買ったカッサなんですけど、悪くないんですけど、やっぱりまあフィット感がねちょっとねいまいちだったり、工夫が少し足りない、まあ100円なんでね贅沢は言えないんですけど、やっぱその辺がね、多分こう何回もね試作品を作ったりとかしながら、よくできた商品、納得したものをまあ販売されてるんだと思うんで、使い勝手がいいなと思いました。のでまあなんか、まあ、これなんかはね私2つも買っちゃったんですけど、こういう、まあ、電気とか電池もいらなくて長続きするっていうか、結局いろいろ持ってるんですけど、これは今日持ってきたものってアナログなものに限ったんですね。で健康グッズに限ってっていう風にしてるんですけど、でも小さすぎたりするとやっぱなくしがちなので、これぐらいの大きさって、まあ、見つけられるし持ち運びしやすいし、非常にねこういうものが、まあ、私はですけど大げさじゃなくてとても便利だと思ってます、思いました。この3つはもう全然使ってない3つになります。と一つはこれはこう赤外線が出るローラーっていうものなんですけど、あとなんかここにねついてるのが磁石だったりとか、血行を促進するとかね、デトックスにいいとか美肌効果があるとか、そういう触れ込みのタッチビューティーって書いてありますけどね、コットンスキントリートメント、まあ、このね光がこうあったかさを出したりとか、まあ、肌をきれいにするとかいうものらしいんですけど、これ全然使ってないんですよね。これも4000円かな、まあ、なんかそれなりにしたんですけど、一番安いとこを見つけて買ったんですけど、まあなんで使わないかってあんまり気持ちよくないっていうことですね。まあ、痛くも痒くもないというか、ピンとこないっていうんですかね。まああったらあったで、まあ、やってもいいんだけどぐらいの、なんかかもなく不可もなくというか、なんかこう大きな変化も見られないし、これは私はダメでしたね、使ってませんね。このねハンドシリーズでいうとマティさんじゃないんですけど、おっぱいハンドとかいうのも買ったことがあるんですよ。要は胸をね寄せるとか、こうお尻を持ち上げるとかいう時にこう持って使うっていう感じのものなんですけど、これは正直もう全然良くなくてなんかこうそれこそ体にフィットしないし持ちにくいというんですかね。フォルムが結構直線的で工夫が足りないというか、体にそもそも合わないようなものなんじゃないかなって、まあ正直自分はですけど感じましたね。気持ちよくもないし、あれに関しては本当に効果も感じなかったですし、なんか使いにくいなっていう感じで、それもあってやっぱりこの2つは優れているなと比較して思ったりもしましたね。まあこれに続くよくわからないシリーズがこれですね。このトゲトゲがついているローラー、ちょっと針と同じような効果があるらしいんですけど、痛いやっぱ見た目の通りなんかここ狂気的なトゲトゲになってまして、まあどうなんですかね、まあまあ別に絶対痛いでもないけど、まあ一つ冷たいですね、金属なんで。ちっちゃすぎてまあなんか
やれる範囲がね少ない、まあ、使い道がよくわからない。そんなものをなんで買っちゃったんだって感じなんですけど、肌が綺麗になるとか、そういう触れ込みだったと思うんですけど、張りを出すとかみたいな、そういう触れ込みだったと思うんですけど、正直ね、なんかいいか悪いかわかんない感じもあって、全然使ってないものになってしまいました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.